ライノ。ライノ、ライノ、または、ライノの、リングネームで知られるテレンス・ゲリン、テレンス・グイド・ゲリン、1975年10月7日台、は、アメリカ合衆国のプロレスラー、ミシガン州デトロイト出身。1994年、テリー・リチャーズ、テリー・リチャーズの、リングネームでデビューし、地元である、ミシガン州の MWCW、MID、 ウエストチャンピオンシップレスリング、オハイオ州のキャップへ、クリーブランドオール、プロレスリングやカナダの BCW、ボーダーシティレスリング、いわ、インターナショナルレスリングアライアンスなど、各地のインディー団体を転戦。カナダのインディー団体では、クリスチャン・ケージや、セクストン、ハード・キャッスルといったレスラーたちというニットを結成して、活動。1995年には、WCW や WWF の 大メジャー団体に、スポット参戦している。1997年、オットー・ワンツが主催していた、ドイツ・オーストリアの団体である、クアに、ライノ・リチャーズ、ライノ・リチャーズの、リングネームで参戦。ジャンイコール・ピエール・ラフィットや、ジョー・レジェンドと組んで、クア世界タック王座を獲得し、トニー・セント・クレアーや西村・治サムとも対戦した。1999年1月、 ECW と契約を交わし入団して、リングネームを、ライノ、ライノへと変更。2月19日にデビューし、ノバと組んで、FBI、リートルグイドートレーシースマザーズと対戦してリする。6月17日には、ECW 世界ヘビー機王座を保持するタズに挑戦。8月、サイラス・ザ・バイラス率いるザ・ネットワーク、ザ・ネットワークの一員となり、ヒールへと転向。 スティーブ・コリのジャック・ビクトリーとタッグを組んで ECW 世界タッグ王座を保持するトミードリーマーレイベンに幾度となく挑戦し9月19日のアナキールルーズ1999にて決着戦を行うもベルトをダッシュするに至らなかったドリーマーレイベンとの交渉後クリス・キャンディードとタッグを組み ECW 世界タッグ王座戦線へ乗り込みシングルでは ECW 世界ヘビー級王座を保持するマイクオサム、ECW 世界 TV 王座を保持するロブバンダムに挑戦するなどトップレスラーの一員として成長2000年2月ロブバンダムの故障により空位となった ECW 世界 TV 王座をかけて2月19日の ECW オン TNN にてサンドマンと対戦するが反則攻撃の応酬に自体が収集できずに ノーコンテスト取る。3月には ECW 世界 TV 王座争奪トーナメントに出場。決勝まで進出してスペルクレイジーと対戦するも敗戦し優勝することができなかった。4月22日には ECW 世界 TV 王座を保持する田尻義弘と対戦して勝利しベルトをダッシュした。8月26日にはキットキャッシュと対戦して ベルトをダッシュされるが9月9日に再戦して王座に返り咲いた。2001年1月7日、ギルティアズチャージド2001にて ECW 世界ヘビー級王座を保持するサンドマンに挑戦して勝利し、ベルトをダッシュ。ECW 存続時における ECW 世界ヘビー級王座、ECW 世界 TV 王座の両王座を保持した最後のチャンピオンとなった。 2001年1月、e c w 崩壊後は WWF へと移籍。リングネームのスペルを変更したライの、ライの名義にする。カナダのインディー団体で共闘したエッジクリスチャンと共に活動を開始。4月1日、WWF 年間最大のイベントであるデッセルメイニア X7 において、ハーディーボーイズとダッドリーボーイズを相手に、WWF 世界タッグ王座をかけた。 TLC マッチを行い、エッジクリスチャンの勝利を援護した。ECW で培った、ハードコアスタイルを生かして4月17日のスマックダウンにて、WWF ハードコア王座を保持するケインに、勝利して、ベルトをダッシュ。以降、ハードコア戦線では欠かせない人材として、ポジションを確立していたが、7月より開始された w w、WCW&ECW 連合軍である。 アライアンスと WWF による構想にて、アライアンスの一員としてトップなる。同月22日の PPV、インベージョンでのイノーギュラルブロールマッチ、9月23日のアンファーギブン2001では、WCWUS 王座を保持する立ちりから、ベルトをダッシュする活躍を見せた。十月二十二日、RAW にて、カートアングルと WCWUS 王座戦を行い、 ベルトをダッシュされるが、首の追間板ヘルニアを患っていたために治療することになり長期欠場となった。2003年2月25日、スマックダウンにて復帰を果たす。クリスベノアとタッグを組み、3月30日のレセルメニアジックスにて、チームアングル、シェルトン・ベンジャミンチャーリー・ハース、ロス・ゲレロス、エディ・ゲレロチャボ・ゲレロと WWE タッグ。 王座争奪トリプルスレッドマッチを行うが王座をダッシュするに至らなかった。ベノアとのタック解消後は、ベノア、エディ・ゲレロ、タジリと4つともいによる構想を展開。2004年6月、タジリとのタックで、WWE 世界タッグ王座を保持する、ラ・レジスタンス、シルバングラニエロブ・コンウェイと、長期構想を展開するもベルトをダッシュすることができず、2005年4月3日、 レッセルメイニア21で行われたダークマッチでの30人インタープロモーショナルバトルロイヤルに出場したのを最後に WWE から退団した。しかし、WWE 解雇後、同年6月12日に行われた ECW ワンナイトスタンド2005に出場。サブユーと対戦した。WWE 解雇後、ペンシルバニア州のアッ F、アライド、パワーズレスリングフェデレーション。 ニュージャージー州のジャポ、ジャージーオールプロレスリングに転戦。7月より、ジェフ・ジャレットが主催する、ティネと契約を交わし入団。同月19日のインパクトにてデビューし、クリス・セービンと対戦して、勝利を飾った。9月11日、PPV であるアンブレイコブル2005に転位、世界ヘビー級王座を保持するレーベンに対し、レーベンルールなる、リング全体に、狂気で集められた。 デスマッチで対戦することになるが敗戦。同月26日には、WWE が ECW ワンナイトスタンドに戦後を開催する前に、アンチテーゼを唱えたシェーンダグラスが先手を打って、開催した ECW リユニオンイベントである、ハードコーホームカミングに参戦し、レイベンと対戦した。10月23日、ティネ年間最大のイベントである、 バウンドフォーグローリー2005にて4 a モンスターボールマッチ、NWI 世界ヘビー級王座挑戦権、争奪住人制ガントレットマッチで勝利して、挑戦権を獲得。メインイベントにて王座を保持するジェフ・ジャレットと対戦して、勝利し、ベルトをダッシュした。2006年には、アビスや AJ スタイルズ、クリスチャン・ケイジといったレスラーたちと構想を展開して、ストーリーラインで活躍。 11月には WWE から移籍してきたカートアングルと共闘。2007年11月11日、初来日を果たして新日本プロレスに参戦。ディストラクション2007にて矢野ーと対戦して勝利した。2008年3月には再び新日本プロレスに参戦。ニュージャパンカップ2008に出場するが2回戦で矢野と対戦して敗戦し。 リベンジを許した。4月より、クリスチャン刑事率いるチーム刑事の一員として活動。5月11日、サクリファイス2008でのデュースワイルドトーナメント、6月8日、スラミバースリー2008でのキングオブマンテンマッチ、7月13日のビクトリーロード2008でのフルメタルメーヘムマッチなど、様々な試合でクリスチャンをサポートしていたものの、 クリスチャンの WWE 復帰の話がリークされたためにメインベントマフィアに襲撃されてアングル上フェードアウトさせるという措置を取ったチーム刑事解散後はキュート・キップビューティフル・ピープルアンジェリー・ナラブベルベット・スカイとの構想にてオーディブラカカいった女子レスラーと組んでミックスマッチを行った2009年になるとインパクトでの出場機会は減少して ハウスショーでの出番が中心となるが2010年7月より、ティネ版 ECW オリジナルズである EV2.0、エクストリームバージョン2.0を結成。8月8日、ECW リユニオン p p v であるハードコー、ジャスティスにて、アルスノー、ブラザーラントとサンウェイイイリミネーションマッチを行い勝利した。EV2.0 とリックフレアー率いるフォーチュンとの構想において、 トップの一人として活躍するがメンバーたちが徐々に解雇され始めるとユニット内での構想へと発展。11月15日、トミードリーマーとのストリートファイトで敗戦。そして12月5日のファイナルレゾリューション2 0 1 2で、ログバンダムとファーストブラッドマッチを行い敗戦したことによりティネから雇いとなった。ティネ解雇後、2011年2月よりカナダの MPW。 マキシマムプロレスリングや GCW グレートカナディアンレスリングを転戦3月には WWFWCW などに参戦した経験のあるハードコアヒップホップ DO の ICP が主催する JCW ヤグローチャンピオンシップレスリングに参戦5月には新日本プロレスがアメリカ東部で行ったインベージョンツアー2011に出場15日には アサイラムアリーナにてマカベガタナギとストリートファイトを行うが敗戦した。6月11日、ローのローベストインザワールド2011に参戦。ホミサイドとノーホールズ、バードストリートファイトで対戦するが敗戦。この試合をきっかけに8月より、ロー所属となる。2012年2月17日、ミュージシャンのビリー・コーガンが主催する RP、RPW。 レジスタンスプロレスリングに参戦。RPW ヘビー級王座を保持するもと、WWE 所属のハリー・スミスに挑戦するが、敗戦。この試合の一見により構想へと展開し、3月23日には、RPW ヘビー級王座と自分が、かつて保持していた、ECW 世界ヘビー級王座をかけて、ダブルタイトルマッチを行うが、ノーコンテストになる。 そして5月11日に決着戦として、刑事マッチ、そして、スペシャルレフェリーに、レイベンを呼んで、試合にドムが敗戦した。ローでは、若手レスラーたちの門番となりつつも、トマソチャンパとのザンバシー、ザエンバシー、トゥルースマルティーに率いるヒールユニットである、ハウス・オブ・トゥルース、ザ・ハウス・オブ・トゥルースに、メンバー入りし、マイケル・エルマンとのタッグを結成。シングルでも9月15日には、 同世界ヘビー級王座を保持するケビンスティーンに挑戦している。10月6日、トミードリーマーが旗上げした団体である方、ハウス・オブ・ハード校に参戦し、サミキャラハンを相手に勝利。同月20日、RPW とウィスコンシン州の GLCW、グレートレイクスチャンピオンシップレスリングの合同イベント。 ポイントオブエントリーにて、無為世界ヘビー級王座を保持するアダム・ピアースに、挑戦するが座をダッシュするに至らなかった。2013年1月5日、ローにて、一大ヒールユニットであるスカム、サフェリング、カオス、アグリネス、アンドメイヘムに、メンバー入り、リング内外を暴れ回った。2014年7月3日、ティネにて、イーサン・カーター三世。 v s VS ブリーレイのテーブルマッチによる対戦中に突如乱入し、フリーにゴアを決めて、カーターの勝利に貢献。以降、ティネに復帰となり、チームディクシー、チームディキシーの一員になる。しかし、8月7日の8人制ハードコアゴーマッチにて敗戦したことにより、チームディクシーから追放された。逆襲するために、同月27日にカーターと試合するもののスパッドの、 カイニューとカーターの椅子による反則攻撃により反則勝ちとなる。9月10日にはカーターとアングルの抗論中にアングルに呼ばれか、他とストリートファイトを行うも敗戦した。2015年2月13日、WWE 参加の NXT に参戦。イライアス・サムソンと対戦して勝利した。試合後にはバックステージにてインタビューを受けていたフィンベーラーの元へと出向き対面。 言葉を交わさずに立ち去った。同月よりロースターとして活動。イライアス・サムソンや、ヘスース・デレオンなどのレスラーを相手に連勝して5月20日、テイコバー・アンストッポブルにて、バロン・カービンと対戦するが最後に、スピアーを仕掛けたところに、カウンターのラリアットを喰らい、フィニッシャーのエンド・オブ・デイズを決められ敗戦した。9月2日より開始された、ダスティロタック,クラシックに、 コービンと組んで出場。1回戦でジアセンション、コナービクター、同月16日の2回戦で、ジョニー・ガルガノトマソ・チャンパを破る。10月7日、テイクオバー・リスペクトにて準決勝で、チャド・ゲーブルジェイソン・ジョーダンと対戦して、パワー戦法で攻めるが、両者のレスリングテクニックに苦戦。終盤には、リング外へと追い出されると、コービンが、 ピンチになるが何とか戻ると、スパインバスターで、ジョーダンを、リングアウトさせ、最後は、コービンがケーブルにエンドオブデイズを決めて勝ちした。そして同日の決勝で、フィンベーラーサモア・ジョーとの対戦で最後に、ジョーへゴアを仕掛けたところを、キックで止められると、コーナーポストへ上げられ、マッスルバスターから、ベーラーのクーデグラを決められ敗戦した。2015年12月7日、 RAW にて、ブレイ・ワイアットが、リング上にて、ワイアット・ファミリーが、WWE を混沌へともたらすと、マイクアピールしたところへ、バックステージから登場したとミードリーマーと共に、現れた、ダッドリー・ボーイズのババレイ・ダッドリーよりエクストリームは、終わらないと宣言したところへ、サプライズ登場。イリミネーションタックマッチに出場するが勝利するに、至らなかった。 2016年7月26日、スマックダウンにて WWE への契約が発表される。8月30日、スマックダウンライブにて新設された初代、WWE スマックダウンタグをーザ決定、トーナメントに、ヒース・スレーダーとクーンエントリー。9月11日、バックラッシュ2016にて、決勝で、ウーソズ、ジミー・ J、ウーソジェイ・ウーソと対戦。 ヒールに転向したウーソズのダーティーファイトに苦戦し、終盤には総力戦となるが最後にレフェリーの隙をついてゴアを決めるとスレーターが丸め込み3カウントを奪って勝利。初代王者に輝いた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。